オバマ大統領人形就任式ホワイトハウス側面三上工業株式会社は大阪府東大阪市に本社屋アルミ製門扉、フェンス等の開発、製造、販売を行う企業である。1909年創業、社屋がアメリカワシントンのホワイトハウスとそっくりであることで有名である。主にアルミ製の門扉、フェンス等の開発、製造、 販売を行っているが、アルミ製のボーダー枠材、支柱や FRP 製の装飾美術柱、手すり柱等の多品種のエクステリア製品を開発、製造、販売を行っているため、装飾建材メーカーと称されることも多い。また、すべて国内生産を行い、多品種少量生産の高級品メーカーとしても、知られている。1909年に、 初代の三上滝三郎が大阪市南区河原屋町で転写マークや美術尻尾マークを製造、販売する合名会社三上商店を創業したのが始まりである。その後、自転車やオートバイ、自動車のアルミ製マークを製造、販売した。1970年に二代目の三上雄太郎がオリジナルデザインのアルミ製の装飾パネルを開発し、製造、販売を始めた。 また、FRP 製の装飾美術柱、手すり柱も開発した。2001年に三代目の三上康夫がアルミ製のボーダーや枠材、支柱を開発した。M セットとして建築現場で簡単に取り付けられるようにした。一部の製品はステンレスを用いるなどして、錆びない飾る製品を作っている。また、マークの塗装技術を活かして精密な塗装も行っている。 2015年、原材料費の高騰や販売不振を理由として、エクステリア事業より撤退した。三上祐太郎が二代目の社長に就任。1984年、自社製品を使用した新社屋を建設する際に、最もインパクト。オープン時には、神戸のアメリカ総領事館の副総領事がテープカットし、当時のレーガン大統領から新書が届いた。そのため、 アメリカ合衆国公認の大阪のホワイトハウスとも言われている。ただし大きさは実物の3分の2である。内部は同社製品のショールームになっており一般公開はされていないがビデオや写真等の撮影用に外部へのレンタルはされている。テレビや新聞、雑誌等では何回も紹介され TBS、ザ・ベスト10の生中継でランクインした。 ザ・アルフィーがここで歌ったこともある。ブッシュ大統領が就任以降は、日本時間の1月20日に、アメリカより先に、同社で作った大統領の闘身人形の、就任式を行っている。2009年のオバマ大統領の就任式には4回目になる、就任式を催した。NHK を除く、すべてのテレビや新聞で、ニュースとして取り上げられた。エビー・ミカミ工業。 株式会社第73期決算広告、東大阪のホワイトハウスで、オバマ人形が、就任式大阪入りしたオバマ氏一足早い就任式。ありがとうございます。